こんにちは。幸せ家族養成コンサルタントの日向洋一です。仲良し夫婦喧嘩の作法ということで、引き続きお話をしていきたいと思います。今回は、全然いつもという、ネガティブの言葉を使われた場合、どのように考えるかというお話をしたいと思います。前回はですね、夫婦喧嘩の時に、あなたは全然何とかしてくれないとか、あなたはいつもこうだとか、そういう、否定的な表現で、全然いつもという言葉を使わないようにしましょうという話をしたんですが、今回は逆にそういう言葉を言われたら、どうするかというお話です。例えばですね、具体的な例を挙げて申し上げると、妻が夫に対して、あなたは全然家のことを手伝ってくれないと言ったとします。で、我々夫は妻にそう言われると、攻撃されているように感じるわけですね。で、その攻撃をやり返すために、その攻撃を避けるためにですね、いや、そんなことないと。今朝もゴミ出したでしょう。で、昨日お風呂洗ったでしょうとかって、なんて言うんでしょう、妻が言ったことが事実ではない、その証明を挙げようとするわけですよね。証拠を挙げようとするわけですね。で、我々が理解しなくてはいけないのは、その全然家のことを手伝ってくれないっていうのは、妻が言うときはですね、それは別に事実を述べてるわけではないんですね。だから、その事実が事実ではない、言っていることが事実ではないということを証明することは何の意味もないわけです。で、妻たちはじゃあそれを、その言葉を通して何を表現しているのかっていうことを、我々はその場で感情的にならずに、受け止めて、考える必要があるわけですね。今の例で言えば、家事が一つ大変だっていうことがあるわけですよね。奥さんもしかしたら子育てをしているかもしれないし、仕事をしながら家事をしているのかもしれません。つまり、家のことをやるのが大変で、もうやることいっぱいで、もう困ってると、苦しんでるということが一つあるわけですよね。もう一つは、あなたにもっと家事を手伝ってもらいたいと思ってる。で、この2つの事実が明らかにその言葉から読み取ることができるわけです。つまり、彼女があなたは全然家のことを手伝ってくれないという時には、その苦しい思い、分かってほしい思い、助けてほしい思いを、がもっと伝わるように強調表現としてそれを語ってるわけなんですよね。ですけど、私たちはそれを聞いた時に、攻撃されてる、だからその攻撃をやり返さないといけないという形で、売り言葉、買い言葉という形になってしまうわけです。で、特に女性は、表現する、そのストレートに自分の気持ちを表現するということが非常に苦手なんですね。ですから、我々夫は、その妻が何を言おうとしているのかっていうのを、その字面通りに受け止めるのではなくて、その行間を読むというかですね、その言葉の裏にはどういう気持ち、どういう心が隠されているのかっていうのを読み取らなければいけないんですよね。非常に難しいことだと思います。ただやっぱ男性と女性は表現方法が違いますので、男性側は、女性とコミュニケーションを取る上で、そのことを心して、いなければいけないわけです。で、今回は、全然いつもという否定的な表現をされた時、それを、相手の気持ちを分かる、手がかりとして、受け止めましょうということをお話しました。それではまた次回のビデオの中でお会いしましょう。どうもありがとうございました。